ではこれから自然言語処理のための機械学習第6回と題して丸山が発表を行います。今日も分類です。で、今まではまあベルヌイモデルやったんで、今日は多項モデルに入っていきます。で、そのベルヌイモデルの復習なんですけど、ベルヌイモデルっていうのは、その文章に、まあ、語彙中の単語があるかないかっていうのをで、まあ、分類するっていう方法で、パラメータを決めると、パラメータを左右推定で求めると、訓練文章数っていうものだけで、まあ、決定します。で、前回その分類学習させるときに、その単語がないっていう状態だと、ゼロってなってしまってちょっと問題があるので、このマップ推定っていうのを使って、でこのアルフない時でもこのアルファによって、まあ、ある程度の確率を与えてやるっていうことをやりました。で、今日から、多項モデルに入ります。で、多項モデルっていうのは、まあ、名前の通りで多項分布っていうものを使います。で、多項分布っていうのは、この M 項の値を取る確率変数があって、でそれぞれ、その各値に、まあ、確率を P、まあ、1から M までの確率が与えられて、で、まあ、こういう、全部の確率を足すと1になるという条件がついています。で、まあ、1回の試行でその M 項のうちの、まあ、どれか1つが発生します。でその N 回試行を繰り返した時に、それぞれ値、まあ、K1 から M までが起こった時の確率は、まあ、こういうふうに表されるっていうのが多項分布で、でちょっと式だけだとイメージが湧かないと思うので、例を挙げると、例えば、5位、この4つがあって、でそれぞれ、確率が、まあ、P グッとこの4つで表されます。で、まあ、多項分布の、定義で、全ての確率を足すと1になるっていう条件がついています。でこういう状況の時に、このような発言が起こる確率を求めます。でこれが、この5位の中から、まあ、選んでって全部で10個あります。でこういう発言が起こる確率っていうのは、この10個のうちの組み合わせ と、それぞれの起こった、グッドだった、例えばグッドだと 1,2,3,4 回起こってるんで、まあ、4乗となって、まあ、全部の積を取ってこうなります。でこれが、さっきの、ここに、まあ、相当しているっていう話です。でこの多項分布っていうのは結局、この単語がまあ何回起こったかっていうことだけが考慮されているっていうのがポイントです。でモデルを導入していきます。でその今までやったベルヌイモデルっていうのは、最初に説明したようにその語彙があって、で、まあ、その単語が、まあ、事例にあるかどうかっていうのをだけを考慮して、この条件付き確率っていうのを決めてモデル化していました。で多項モデルっていうのは、その語彙の中から、まあ、単語を、まあ、文章の単語数分選ぶっていう考えに基づいて、このモデルを作ります。でモデルのパラメーターはとして、まあ、この Q っていうのを、導入します。で、まあ、PC はその PC は、まあベルヌイモデルの時と同じです。でその文章 D の中で単語メガがそれぞれ N 回起こる確率っていうのは、先ほどの、まあ、多項分布っていうのに当てはめて、このように表されます。で、何回試行するかっていうところで、要するに文章の長さを決定する必要があるため、こういうものを導入します。で、まあ、ここでは文章の長さっていうのはそのクラスごとに依存しないっていうふうに仮定します。で結局、ここで、まあ、この
条件付き確率っていうのが決められるので、その多項モデルの分類域っていうのは、こいつを最大化するような、まあ、クラスを出力するっていうのが、まあ、多項モデルです。で、ベルヌイモデルとちょっと比較をしてみます。ベルヌイモデルっていうのは、この語彙の中から、まあ、単語が選ばれなかったっていう、その正規しなかったっていうことを積極的に取り入れるモデルです。正規しなかったっていうのはこの部分ですね。で、多項モデルっていうのは、これとは違って、単語が、まあ、何回正規したかっていうのに、まあ、注目するモデルで、そもそも、出てこなかった単語っていうのは相手にしないっていうところがポイントで、そのため、まあ、ベルヌイモデルのなんかゼロになるっていうような問題は起こらないです。で、実際に多項モデルのパラメータを決定し、左右推定で決定していきます。で、ここから先はちょっと今までの話と同じなので、省略していくんですけど、結局、ラグランジュの未定乗数法を使って、まあパラメータを決定していきます。で、結局どんな結果が得られるかっていうと、このパラメータの Q っていうのはクラス C に属する訓練文書全体での全単語の出現回数分のクラス C に属する訓練文書全体での、まあ、ある単語の出現回数で、この PC はベルヌイモデルの時と同じです。で、今までと同様に例題っていうのを考えます。で、多分今までやってきたものと同じで、PC と NC の文書が与えられてて、で、ここから、多項モデルの、まあ、分類域を構築します。で、最初に、それぞれ統計値っていうのを求めると、まあ、PC の文書が、まあ、3つで NC の文書が3つなんで、このラージ N が、まあ、3と3で、あとはそれぞれの、まあ、書いた文章の中での単語の数を数えていけばよくて、例えば、バットが、まあ、PC だとここで1回で NC だと、5回というように、まあ、全部全ての、まあ、ワード単語について、まあ、数を数えていきます。で、こいつらを使ってあとは計算していけば、先ほど得られた式から計算していけばよくて、まあ、ここまではベルヌイモデルと同じ でこの Q を決めるときは、全単語の数分の、まあ、その単語で求められていきます。で、これで、多項モデルの分類域が構築されました。で、そうですね、今までと同じように、まあ、こういう文章を考えて、こいつがどっちに分類されるのかっていうのを考えると、せいぜいの確率を求めて、まあ、高い方として、PC によって書かれたものと推測されます。で、そう、ベルヌイモデルでもマップ推定っていうのをやってたんで、こっちでもずっとやってみると、結局、そのベルヌイモデルの時と同じように、何かこうなかった時でもこう確率をまあ与えられるっていうような形になります。で、多項モデルのまとめです。で、まあ、多項モデルっていうのは、まあ、多項分布を使って、まあ、このように表されて、で、こいつを最大化するようなクラスを求めればいいという話でした。で、まあ、左右推定をすると、この、まあ、PC っていうのはベルヌイモデルの時と同じで、あとは、まあ、その単語の出現回数っていうのを数えれば、パラメータを決定できます。で、まあ、マップ推定っていうのもやると、まあ、何かこう脇についたような形になります。以上です。